カーライルはイギリスカンブリア州の都市。人口は7万1773人。シテオブカーライル主要なエリアを占め、周辺地域を含んだシテオブカーライルとしては10万734人の人口を抱える。イングランドの歴史的行政区画カンバーランドの町としてスコットランド国境に近いことから軍事の要衝とされてきた。1092年に ウィリアム2世の命令でカーライル城が建てられ、一時スコットランド女王メアリー1世が遊兵されていた。古代ローマ人は現在のカーライル付近の自分たちの居住地をルグ、バリウムと名付けた。しかし、11世紀から12世紀頃の文書には、コター・ルエル、またケイル・ラウェーリンと記録されていた。コターとは、城と同義である。ルエルとは、ウェールズ語で人名を意味し、 ローマ人がやってきて、ローマ化されるまでは、ウェールズ語を話す人々が定住し続けていたことを意味した。カンブリアは9世紀には、ケルトーを抱く、ストラスクライド王国の支配下にあった。ウェールズ語の名前が一部復活した。現代ウェールズ語でカーライルは、カーリー・ウェリドという。カーライル制度を72年か73年頃、ローマ帝国がカーライルに、マルタの取りを築いた。 103年から105年頃に破壊されたため、二度目の砦が築かれた。165年頃、この砦は石造りに建て替えられた。後にこの砦はカルベティ種族の首都となった。カーライルはスコットランド国境最前の町であったり、時にはスコットランドのイングランド直近の町であったりした。二つの王国が軍事的重要性のあるカーライルを侵略。 再獲得を繰り返したのである。1745年12月、スチュアート家の王子チャールズ・エドワード・スチュアートは、カンバーランド公ウィリアム・オーガスタス式のイギリス軍がカーライルを包囲する最中に囚われた。翌1746年、チャールズ・エドワードを支持する、ジャコバイト軍が撤退する間、彼は、 マンチェスター連隊に要塞としてのカーライルをイングランドで少なくとも一つの街を保持し続けるよう命じた。1916年第一次世界大戦中、イギリス政府は街中のパブとビール醸造所のすべてを摂取した。なぜなら、グレトナの軍事工場で働く労働者や建設作業員の間にフード病ともいえる酒びたりが多かったからである。カーライルフロムザキャッスル。 カーライル近郊には、イーデン川、カルデュー川、ペットリル川が流れる。入ッするアポンタインの90キロ西、ランカスターの115キロ北、グラスゴーの145キロ南である。近隣の村は、ロングダウン、ペンリス、ブランプトン、ウィグトン、ハックベック、ハーカー、カーウィンリー、ブラックフォードなどである。南へ向かう、M6 自動車道、グラスゴーへ向かう。 M74 自動車道が通る。バス網は2社が参入している。イングランド西岸の主要駅カーライル駅もある。交通渋滞が問題となっている。19世紀から20世紀初頭にかけ、カーライルは工業都市として多くの織物業工場、機械工業の工場、食品化工業の工場を抱えていた。その多くはデントンホルムクに集中していた。 19世紀初頭には、カルデュゲートとカーライルコートをつなぐ水路が掘られた。水路は後線路とするべく、埋め立てられた。2004年まで、カーライル最大の雇用主は、ノーザンフーズ参加のカワハングレーシャだった。2005年に1月に工場が閉鎖されて、近郊のイースタンウェイや他の工場へ分散されたため、ほぼ700人が職を失った。 2005年3月28日、カーライルはフェアトレード都市の称号を得た。ありがとうございます。